ずっと考えていたんだ。あんたの術式聞いたときから、これは効くんじゃあないかって、股間に止まなに、あ、間違えた、止まなり、どう釘崎、何やってんだお前。釘崎は止まなりで、真下の肉体を通し、股間を撃ち抜く算段だった。結果、止まなりは分身を通して本体の股間を捉える。そして本体の大きな股間のダメージは、再び分身へフィードバックした。なーにやっちまったな。野原は黙って。金抜き。野原は黙って。金抜き。マジかよ。尿道に釘刺してトンカチンコとかこいつ、いいとこ当てやがる。格闘技で金敵が反則になった理由がよくわかったぜ。俺の天敵は板取り勇士だけではなかった。金敵すぎる、こいつも天敵だ。知ってるか、世の中には肛門出口じゃなく入り口という野獣もいるんだ。お前の肛門も拷問して入り口にしやろうか。果たして尿道に釘、肛門に釘、どっちが激痛か我慢比べしよっか。玉なり一刀。玉なり一刀。玉なり、ちょっといいかも。玉なり、もっと強め。玉なり、気持ちいい。適応し始めてる。たしまいざこうとがりあうとしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。